ナポレオン・ボナパルトは SNCM が運航していたフェリー。SNCM の同盟の船としては3代目である。1996年に就航し、事故後2012年に引退した。この船は2014年に MSC 社によって購入され、ラプソディに改名された。1976年に就航した初代ナポレオンの大船として、 アトランティーク造船所サンナゼールで建造され、1996年4月に就航した SNCM のマルセイユアジャクシオ艦に就航。就航時は地中海で最大かつ最も豪華な設備だった。2012年10月27日、マルセイユ港にて、強風の影響で岸壁に衝突し沈没。浮上作業の後、2014年にイタリアの MSC に売却され、 ナポリで修繕を行い2015年に GNV 社に移籍し、ラプソディとして就航。2017年よりジェノバポルトとレスカーンを運航している。2011年8月26日の朝、マルセイユでドッキング操縦を行っている時に、ラメリジオナルのジロラッタは、後部にあるナポレオンボナパルトの後部港を攻撃しました。しかし、影響はほとんどありませんでした。 これは混合船のシワクチャのシートとクルーズフェリーの破壊された救命ボートに限定されていました。2012年10月27日の夕方、毎年恒例の越冬のためにナポレオン・ボナパルトがマルセイユ港の護岸に係留されていた時、強風が係留を壊し、船が漂流しました。風に押されて反対側の岸壁にフェリーがぶつかり、エンジンルームに水漏れが発生した。 翌日、船の船尾が港の底に触れます。船は越冬していたので、乗客はいませんでした。違反が封鎖された後、12月に水汲み上げ作業が開始されました。ありがとうございます。